皆さんこんにちは。週刊手帳術の著者海野隆です、今日もですね、手帳の雑感みたいな話をしたいと思います。大きくはテーマが自分軸という話なんですけども、サブテーマとして、行動から習慣へというお話をしたいと思います。で、私の価値観なんですけども、ちょっと今日話したいのは、その価値観っていうものが、判断基準でしかないかなというそんなお話なんですね。で、判断基準っていうことは、私の中では、行動する前だと思っていて、で、なんで、まだ行動ではないというふうに思っています。基準であって判断したっていう前の段階の話なんで、当然のことながら行動ではないというふうに思っています。なんで、この価値観っていうのができたからって、安心しちゃダメだよっていう、そんな話ではあるんですけども、これをだんだんこう行動とか習慣にしていかなきゃいけないいうことになるんですけども、だから、単にこう判断基準だけだとちょっと範囲が狭いんじゃないかなという そんなことですね。で、どうしなきゃいけないかっていうと、単にその判断の基準だけではなくて、行動する基準だったりとか、習慣化する基準、というものが、この価値観の中にはもうちょっと盛り込まれていないといけないかなというふうに思っていて、で、行動と習慣って、何が違うのって話なんですけども、その行動そのものだと、一回しかこうできないこともあるとか、一発勝負して、たまたまできたかもしれないということになるかもしれないんですけども、夢とかビジョンとか、目標を達成しようとすると、残念ながらなんですけど、一回うまくできればいいってもんじゃなくて、何回もうまくできないと、その一日二日で成功するとかそういうものじゃないんで、どうしてもその、一回限りの行動ではなく、何回やっても同じ結果が出るとか、誰がやっても同じ結果になるとかっていう、そういうこう基準みたいなものを持ってない。常にこうできたかできないかっていう、その天秤にかけてどっちかみたいな、賭けに近いような要素になってはいけないと思っていて、ほぼほぼ必ずできるっていう、そういう状態の基準っていうのを持ってないとダメなんじゃないかなというふうに思っていますと。ちょっとそんな話をしたかったということです。なんで、この価値観っていうものが、単純に、自分の中のこう好みというか、そういうもので判断してはいけない、判断基準としてはいけなくて、その何度やっても何度やってもこう、うまくいくであろうということを、基準にしないといけないかなというふうに思ったという、そんな、自分の軸を作るためのこう価値観というものが、こういうものであった方がいいかなというふうに思ってますという、そんなお話でした。ということで、何かの参考になればいいかなというふうに思います。今日も最後まで視聴いただきありがとうございました。海野隆がお送りしました。それでは。